はいどうも、ミニマリストたけるです。ということで、徳野さんの会社のまだ入社されてないってことですよね。そうですね。はい、島崎さんという方がいらっしゃいまして、はい、自分の財布を見直そうというところで、はい、こちらですねはい、ちょっと見させていただきます。この厚みですよ、皆さん。ちょっと一緒に片付けていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ということで、僕がじゃあ一枚一枚出していく感じでも大丈夫ですか？見られたくないのがあったら言っていただいて。あー、わかりました。はい、はい、今どちらにお住まいでしたっけ？今僕岐阜の方です、ね、岐阜で、はい、また東京に来る。そうですね。はい、まず湯の花。あー、行きますね。行きます。じゃあこれ残すで。はい、はい、次デンタルクリニック。あー、行かないですね。はい、じゃあこれ処分ですね。はい、はい、もう長いこと行ってないわけですか？そうですね。はい、続いて整形外科。あ、もう行ってないですね。はいで、あとはこれなんだ？それは日焼けサロンです。日焼けサロン。日焼けサロンは行きますね。行ってます。直近で行きました3週間前ぐらい。あ、 OK、 それじゃあ、まあ1ヶ月以内に行ったってことであれば。はい、はい、で、あとは保険証は絶対入れますね。はい、はい、これはちょっと入れておきます。次。あ、それは3ヶ月行ってないです。6ヶ月か。1年。あ、メンバーズカードか。2年。はい、じゃあもういらない。3年使ってないか。はい、もういらない。はい、え、これはそれドンキホーテのマジカカードですね。おお、これドンキ行くんですね。行きますね。でもそんな行かないですね。これポイント貯まるやつですか？貯まるやつです。ポイントだけ貯まるやつ。ポイントだけですね。チャージはしてない。あ、チャージです。チャージ入ってます。お金ちょっと入ってると思います。400円ぐらい。どうしましょうね。使って捨てるのが一番かなと思いますね。 OK です。じゃあ使い切って手放すって感じで、はい、なるべくポイントに縛らない方がお財布は絶対スッキリするし、さっきもちょっと長坂さんに言ったんですけど、ポイントに左右されると、はい、あれも結局企業の戦略だから、はい、だからポイント何倍でとか、なんかポイント使わなきゃ使わなきゃと思って縛られちゃうと、まあ、思考も雑念になっちゃうし、はい、あとはそのポイント貯めようと思ってたくさん買っちゃうと、結局自分の手元からお金が出ているあれだから節約にはならないっていうところで、間違いないですね。そう、なるべく、はい、持たない方がいいと。で、あとはまあ現金はじゃあちょっと残す、はいはい、感じで結構あるんですよ。これは何ですか？それは今スケボーにハマってて、おスケボーのカードですね。へえ、ちょっと中見ていいですか？はい。あ、ポイントみたいな。そうですね。これどれぐらい貯まったらどれぐらい？10ポイントで1時間の滑走分または1000円分の商品券か。これ何円使ったら1個入る？それは1回で1個ですね。今僕2回行ってるんで2回なんですけど、はいはいはい、なるほど。1回いくらぐらいかかるんですか？1回は1500円ぐらいです。1500円で1回スタンプをして、はい、だから10個貯まると1000円分商品券もらえたりとか、まあ、1回分の、はい、滑走分が無料になるってことか。そうですね。でもこれがないと多分そこに入れないんで、名前言ってダメですか？どうですかね。僕美容院とか別にもポイントカード持ちたくないんでって言って、はい、預かってもらうか、なんならもう名前言うんで、はい、そちらで管理してくださいって伝えてます。あ、ちょっと1回それでやってみますか。そうですね、はい、なるべくこういうの持っちゃうと本当切りないから。はい、いや、これすごいやばい。これ全部いいっすか？これ出して。はい、はい。あ、こっちにもあるカードが。そうなんですよ。あ、これキャッシュカード。そうですね。これ今使ってる銀行の。今使ってますね。これもちょっと。それ T ポイントですね。T ポイント。これガソリン入れたりとかする。そうですね。でも、まあ、ポイントカードだけなんで。うんうん。それも捨てましょう。そうですね、はい。はい。ポイントカード捨てます。はい。これは？あ、それもメンバーズカード捨てましょう。あ、はい、はい。メンバーズカードね。はい、じゃあキャッシュカードだけ残して、はい、だぶっちゃけ本当逆パターンでいくと、逆算でいくと、はい、保険証、運転免許証、クレジットカードがまあ1枚とか2枚あれば、はい、いけるんです。あと現金と、はい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 、だから他はぶっちゃけはなくてもいいみたいな感じではあって、じゃあちょっとこの山をね山を、はい、はい、1個ずつ、はい、これもういらないですね。もう捨てましょう。はい、じゃあちょっと置いて、はい、よいしょ。はい、まずは、なんだこれ、それ病院の、 病院の、はい、診察券、行ってますか？行ってないです。はい、はい、じゃあこれも捨てて、これはそれ、メルカリで売ったその領収書、はい、なんですかね、明細ですね。明細ですね、これもう捨ててもいいやつですね。はい、捨てます。はい、次それも、はい、キャッシュサービス、これ、はい、下ろしたやつとかに後に出てくるやつですね。はい、それも明細書ですね。はい、明細ですね、はい、はい、いりません。
こちらにね、これなんで取っちゃったんですか、めんどくさかったっていう。そうですね、もうすんのめんどくさいものも入れとこうっていう。なるほど、これもメンバーズカード、メンバーズカードですね。これはそこ今行ってるところですね。空いてますね。あ、じゃあこれ残します。はい、はい、そう、量が多いとね、ちょっとそうですね、満足するっていう、ね、はい、これはそれはもう今行ってないですね。はい、じゃあいらないです。はい、はい、これはそれは9月30日まで、あ、もうたまないですね。あ、はい、はい、これ快活、快活もさっき取ったその名前を入れば、はい、はい、これレシート、はい、はい、いりません。スポチャの入場チケット、あ、いらないです、はい、いらないです、はい、これもいらないです、はい、はい、これは、あ、いらないです、はい、これサービス券だ、サービス券いらないです、サービス券もいらないですね。これいつまでですかそれ。2020年4月30日なんで、もう期限切れてますね。はい、で、あとは病院の診察券、まあ、いらないです、ね、ここの病院行ってないですか。ここは行かないですね、もう。お、はい、これも病院ですね。ここたまに行くとこなんですけど。はいはいはい、どういう病院ですか。これ、普通に内科とかある。あ、内科とか、はい、じゃあ、まあ、取っておいてもいい。貯金どれぐらいで行きました。いや、多分1年以上行ってないです、ね、1年以上行ってない。で、今後関わるかはまだ分かんないですもんね。そうですね。で、いつこっちに来るんでしたっけ。来年の4月です、ね、来年の4月で、今9月か、はい、まあ、残しておいてもいいかもしれないんですけど、財布に入れる必要はないかなと思います、はい、あ、確かにそうですね。そう、なんかどっか家に保管するか、なんならもう今切り捨てちゃって、はい、で、必要だったら再発行してもらうとかでもあるといえばあるんですね、はい、名前と電話番号とか言えば多分そうですね出てくるんで、捨てましょうもう。はい、はい、で、これレシート、はい、捨てましょう。はい、よくわかんないサービス券、はい、捨てましょう。はい、これそれも捨てましょう。はい、これ期限切れだな多分。はい、これは、あ、それは岩盤スーパー湯の花無料券です。無料券、あ、これ使える。使えますね、それは。これじゃあ残しますか。はい、もうちょっとすぐ行ってきます。はい、これこれも、これ回数券買いました僕。あー、これがさっきの。そうですね、温泉が好きで。なるほど、はい、じゃあこれ残しますか。はい、はい、ハッピー宝くじ。何ですかそれ。わかんない、はい、ハッピー宝くじ。どこでもらったやつかもわかんないですね、うん、これ。これ名刺です。あ、はい、はい、名刺いりますか。いらないですね。はい、じゃあ名前が見えないように。はい、はい、これもメルカリかなんかな。そうですね、はい、これもいらない。これもいけないですね、はい、メルカリのなんか山陽堂書店。山陽堂書店本買うときは使ってますね。使ってます。はい、ポイントだけど溜まってないですね、はい、ポイント捨てましょう。はい、捨てましょう。電子決済、あ、電子決済、電子書籍は買わしないんですか。わー、か、紙派ですか。紙派ですね。はいはいはい、理由は。理由はなんか紙の方が読んだ感じがあるっていうか。おお、なるほど、はい、はい、これが好きなんですよ。なるほど、あ、そういうことですね。了解です。はい、これはそれももういきませんもん。はい、行きましょう。行きません。コロナッチョ。あ、これ多分映画が見えるんですよ。映画、はい、あと1回映画を見に行けば見れるんですけど、映画は行かないので。これなんかネーミングちょっと今アウトじゃないですか、このコロナッチョ。あ、そうですね。コロナッチョってちょっと危ないですよね。危ない、はい、もう捨てましょう。あ、またコロナッチョ。はい、捨てましょう。はい、ということで残ったのがこれだけですね。はい、はい、温泉のやつと、あとは美容院と、あとはスケボーのやつ、はいはい、と現金だけかなですね。ないですもんね。あとまあ保険証とだけかな、はいはい、あ、ちょっと見てもいいですか、はい、小銭か。小銭ですね。あと鍵が入ってる感じですね。はい、はい、ということでこれでだいぶ変わりました ね。 ね、はい、で捨てるものが、捨てるものがこれだけですね。はい、ということでだいぶお財布がすっきりしたということで、はい、はい、島崎さんありがとうございました。ありがとうございました。おかしいですね。コロナッチのくだり笑っちゃいました。難しくないですか、時代的にね。2枚あるっていう、はい、スケボーもなー。スケボーもいらないですか。スケボーめっちゃいらない、はい、これもいかなかなっすね。いや、まあ行かないと。まあまあ、セットは気持ちわかります。僕も好きだったんで、はい、はい、期限大丈夫ですかこれ。それ期限ないやつ、多分書いてないですね。これも預かってもらうっていう風でちょっと言ってみます。うん、の方がいいと思います、はい、でも財布全部なくしていずれ電子化、そうですね、電子決済、クレジットカード
と、あとはそのアップルペイ、スマホ iPhone ですか？スマホ iPhone です。アップルペイにクレジット登録すれば、それで全部やりたい。いけると思いますね。まあ、最悪クレジットカードは払ってもいいし、はい、なんかクイックペイとか ID とか、なんかそういうの使えるクレジットカードを登録すれば、はい、もうアップルペイ登録すれば、スマホでビッと、はい、いけたりとか。本当に財布じゃいらないです。いや、もうぶっちゃけいらないです。僕 iPhone にも免許とか入ってるんで、はい、僕はあのさっき持ってたあの手帳型のスマホケースで全然やってるので、そこにクレジットカード2枚と運転免許証1枚と、はい、あとは決済はクイックペイとスイカでやってるんで、もう財布を持たなくていいっていう。いや、財布なくしたいな早く。はい、いらないですよ、ね、いらないです。じゃあもう入社するときまでに、そうです、はい、ちょっといろいろやっていただいて、はいはい、分からなければ多分徳野さんとかいろいろ聞いていただければ、はい、はい、なんならまた1年後僕教えてもいいし、そうですね、全然いいので、ぜひぜひっていう感じです。はい、はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ケンさんの方は完全に電子化ですね。ですね、あの iPad と、あとスマホのアプリで Kindle 入れて、Kindle スマホでもう全然読んじゃいます。で、僕も最初紙媒体派だったんですよ、はい、で、あのめくる感じが好きじゃないですか、はいはい、でも実際電子媒体にしてみて思ったのは、紙でめくるよりも指でタッチしてめくった方が効率的なんですよ。で、そう、あのたまに、まあ、破れることそうないですけど、はい、まあ、でもたまにちょっと勢いよくめくった時にビリってなったりとか、 あと買う手間と売る手間がなくなる、電子化にすると。そうですね、買いに行くのもそうなくなる。ちょっと本屋に行くのも面倒くさかったりとかって言っても、まあ僕も行くんですけど、はい、買いはしないから、っていうので、まあ、売る手間もなくなる、買う手間もなくなる、で電子書籍の方が若干安い、節約にもなる、はい、でページめくるのも効率的だし、はい、いつでもどこでも本を持ち歩くこともなく、はいはいはい、スマホで見える、場所取らんのが大きいですね。そう、カバンも重くならない。私もロッカーも本だけなんですよ。ですよね、すっごい数になっちゃって、はい、そう、本好きなんで。僕も本棚に200冊とかあったんですけど、やっぱ場所も取るし、埃もたまるし、掃除も面倒だし、売るのも大変じゃないですか。だから電子書籍にしてめちゃくちゃ良かったです。なんか目とか、まあ、あんま変わらないと思うけど、悪くなったりとかもしないですか？それ個人のあれじゃないですか。あの部屋を明るくするとか、まあ距離とか、そう、僕は全然ないですね。僕は今もう裸眼なんですけど、全然悪くないから。いや、元内社長ってことですか？あ、はい、知ってます。元内社長が、Kindle で本読まないやつは死ぬみたいな。ああ、そうですね。いや、でも本当に、いや、生産性悪いと思いますよ、本当。そう、だってまずカバンから出してっていう作業があるわけじゃないですか。で、読み終わったのもしまうっていう作業があるから、はい、スマホだったらもう顔認証でパッと開いて、Kindle を押すのはすぐ読めますからね。確かに。そうそうそう。売るのがあれですね。そうです、めんどくさい。わざわざ本屋に行く手間もないし、で、しかも売る必要もないじゃん。もうデータ上で管理されてるから、あの本復習したいってなった時はもうすぐ読めるっていうメリットもありますけどね。もうなんか頭に入って聞き方とかは同じですか？ああ、いや、むしろ僕効率が良くなって、なんかメモ機能があるんですよ。メモ機能というか、なんかマーカー引っ張れるんですよ、はい、で、そのマイノートっていうところのボタンがあるんですけど、そこ開くとその本でマーカー引っ張ったところの文章がバーッと一覧出てくるんですよ。だから重要なところをもうパッと数分で復習できるっていうのもそうだし、で、まあ、ちょっと表紙に限界があったりとかするんで、はい、まあ、ちょっとここを読みたいなと思った時はそこのクリックすればそのページまで飛んでくれるんですよ。そう、めちゃくちゃ良かったです。僕ももともと紙媒体でずっともう電子書籍にはしないと思ってたんですけど、はい、してみたら、いや、なんかそれ今の私です。あ、そう。そう。え、なんなら今やってみます、使ってみます。あ、はい、見た方が絶対早いよね。はい、よいしょ。で、あ、どうぞどうぞ。で、これ Kindle、 はい、はい、で、開くと、まあ、こうやって出てきますよね。こうやってこれ今読んでる本 で、はい、マーカー引っ張ってあって、まあ、ページめくるときもこんな感じで、紙めくるより多分早いと思います。はい、ああ、で、ノート見るときはここなんですよね。ここクリックするとこんな風に出てくる、僕がマーカー引っ張った部分。ああ、そうで、これ黄色いるとかちょっと青いるとか僕色分けしてるんですけど、まあ、こんな風に分けることができて、うーん、あ、マーカーの色が反映されるってことですか？そうです、そうです、そうです。赤とか黄色とか青とかあるんですけど、本別でですよね。あ、ほ、あ、違います、違います。この本で、うんうん、重要な、そう、この本でマーカー引っ張ったやつが出てくるっていう感じです、うんうん、だから例えば多分これ3行ぐらいしか多分反映されないと思うんですよね、きっと多分ですけど。
だからまとまって塊でマーカー引っ張るやつは多分表示されないんで、そういう時はこうやってあ、はい、開いてくるっていう感じですね。これどういうので分けてるんですか、色は。色は、まあ、基本はあの僕黄色使うんですよ、はい、まあ、柔軟なところで、青はちょっとなんかネガティブワードというか、でも参考になるっていう、ちょっとマイナスの部分、なんか物事っていい面と悪い面あるじゃないですか。で、悪い面でこうするとこうなるよっていうちょっと悪い部分は青にして、で、赤はまあ具体的になんかこの本で読んでなんかめちゃくちゃ発見になったというか、まあ、めちゃくちゃ重要な部分、そんな使うことはないですけど、で、一番本当最初戻りたいのはこれで調整できるんで、これ最後まで読んでて、もう一回最初まで読みたいかなとか、何ページに戻りたいかなと思った時はもうこれで全然いけちゃいます。あ、サンプルも読めたりとかするんですよ、興味あるやつとか、はい、あの最初 の、 あのあらすじというか、立ち読みみたいな、あ、そうです、そうです、そうです。もう全然無料で読めちゃうし、なんかライブラリーって言ってジャンル別に分けることもできます。お金系、時間系、自己啓発系とか。へえ。そう。買うときはどういう風に買うんですか。買うときはちょっと面倒なんですけど、はい、あの Amazon のアプリでちょっと買えなくて、サファリで Amazon を開いて、はい、ああ、そう。そうなんです。からだったら買えるんですよね。で、まあ、ここでなんか例えばなんだろうな、メンタリスト DAIGO さんにしよう。はい。で、クリックして、で、電子書籍確認して、もう注文するで終わり。じゃあもうすぐ、すぐ読めます。へえ。しかも安い、電子書籍だから。あ、本当だ、紙でこの値段なのに。そう、半分以下、3分の1、安くなるんだ。そう、だからめちゃくちゃ読書がはかどる。いいっすね。めっちゃいいっすよね。はい、っていう感じです。あと気になるところありますか。いや、もう多分紙よりもこちらは絶対になっていうのは。で、これ僕 iPad で読んでるんですけど、はい、全然スマホでも僕いけます。あ、ちょっと画面ちっちゃいですけど、はい、例えばこれで今読んでる本あるじゃないですか、はいはいはい、それをスマホ同じやつ読めるんですか。あ、読めます、読めます。あ、反映されます、あ、アカウントが同じであれば、あ、はい、ログインだけ同じにしちゃえば反映されるので、いろんなページとかも一緒に進んでって。そうです、ちょっとあの同じその画面で見てる量っていうのは変わってくるんですけど、例えばこれは1ページ分だったかな、2ページ分かな、でもスマホだとこれぐらいしか乗らないっていう、ちょっと大変ですけど、まあ、でもスマホだったらわざわざあのこういう感じでカバンから出してって面倒だから、電車の中とかでスマホでこうやってやった方が割と効率的で全然問題はないっていう感じです。はい、っていう感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。電子書籍化にするかどうかっていう。へー、はい。